ベネトン B194 は、ベネトンフォーミュラが1994年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。設計者は、ロス・ブラウンと、ロリー・バーン。1994年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。ベネトンで、初めてのドライバーズチャンピオンを、ミハエル・シューマッハが獲得したマシンである。 キャメルに代わり日本タバコ産業がマイルドセブンブランドでメインスポンサーとなったためカラーリングは黄色から水色をベースにしたものへイメージチェンジした当初は1993年のマシンである B193 バイトからアクティブサスペンションや 4WS といったハイテクシステムを取り除いたようなマシンでエアロダイナミクスに違いはあまり見られなかった しかし、1994年サンマリのグランプリで発生したドライバー死亡事故により、シーズン途中ながら大幅なレギュレーションの変更が実施された。そのため、開幕時と最終戦ではあらゆるところが違うほど変更された。ボーテックスジェネレーターは除去され、競り上がるバナナノーズは B192 から継続されたが、リアロアウィングがより、 ダウンフォースを稼ぐために上下にねじれた形になったりした。エンジンはフォードで昨年までと同じだが、HB エンジンに変えて新たに開発されたゼテック r エンジンを搭載。これには以前開発されていた V12 エンジンのノウハウが転用された。B193 バイトは燃料が減るとペースが大幅に上がる特徴があり、この特徴が 燃料給油解禁となったことで B194 に有利に働いた。ロス・ブラウンはレギュレーションが大きく変わる翌年に備えて前年のシーズンを早々に捨てて1994年型マシンの開発に集中したと後に発言している。レース中の給油が解禁されたことに最も劇的に対応していた。他のチームは給油の解禁が意味するところを完全に 理解しておらず、ハーフタンク時のペースとピットストップの給油時間の計算で最も早くレースを走り抜ける作戦を遂行したことでたチームとの差をつけた。ただしレギュレーション違反行為も含まれるため適切であったかは問われる。1994年のハイテクデバイス禁止後、いち早くトラクションコントロールシステムを使用した車の一つと言われている。前年まで DCS を使用していた他チームの人々は B194 の動きに疑問を持ち、ベネトンは FIA の調査を受けることになった。エンジンコントロールユニットから DCS 制御プログラムらしきものが検出されたが、使用した形跡を特定できなかったため、証拠不十分として無罪とされた。 駅に組み込む形での TCS 仕様はレギュレーションで規制するのが困難で FIA はフェラーリやマクラーレンにも同種の疑いがあったと発表した。また、給油時間を短縮するために給油装置からフィルターを取り外し、給油の速度を上げる改造を行っていたことが原因でドイツ GP のピットで火災を起こしたこともあった。 2006年グッドウッドフェスティバルオブスピードにて、シューマッハは2 0失格、2 0出場停止というハンディを追いながらも、発祥、6ポールポジションを記録して、自身初のドライバーズチャンピオンを獲得した。しかし、セカンドドライバーの成績が不振だったことから、コンストラクターズチャンピオンはウィリアムズから奪い取ることが、できなかった。ABF1 グランプリ特集9月号。 ソニーマガジンズ、1994年、29ページ。三栄書房間、グランドプリックスカーズ名車列伝ボリューム7。ありがとうございます。